藤山陽吉は日本の海運業者、実業家。北海道小樽市を中心とする海運業をはじめ、北海道産業振興の先駆者として生き、商業都市としての小樽市の発展に功績を残した。小樽貨物火災保険株式会社の社長も務めた。出生名は古谷陽吉。五国秋北郡。古谷家の次男として誕生。成果は、 地方屈指の油問屋で、佐竹氏の御用達として、苗字盾脇きを許可される格式の高い家であり、幼少時は何、不自由なく育った。1853年に黒船来航、そして日本は明治維新を迎えた。以来、陽吉は繁栄一しい江戸地の噂を幼い頃から幾度となく耳にして育った1867年、陽吉は、徴用で、 むつくにひろまへわたった。幼少時より興味を引いてやまないエゾが津軽海峡の向こうにかすかに目にした。彼は何のあてもなく単身でエゾに渡った。エゾで自分の力を試したいとの志を抱いたとも、次男という気安さから軽い気持ちで海を渡ったとも言う。古やけでは一向に家に戻らないよう吉を心配したものの、彼がエゾに渡って、 自分の力を試しているとを知るや、事態を生還することにした。当時の正木の城下町である福島軍は、大勢の出稼ぎ労働者がおり、活気と魅力に満ちており、働き口にはこと書か,かなかった。中でも二芯料が盛んであったため、陽吉は海鮮丼屋で修行をすることにし、最初は正木の海鮮丼屋である田中部左衛門、ついで豪商の吉田三郎衛門の下で働いた。 海鮮問屋での修行の日々の中で、やがて図は、北海道となり、時勢が大きく好転した。これを機に陽吉は、海鮮問屋での厳しい仕事の合間を縫って、経済書を読み、北海道の産業や経済の情勢を学び、独立の時に備えた。この勉強のためには、わずかな余暇をも惜しんだ。そして、北海道の首都、札幌市の前身である。 石狩国札幌郡を中心に開発が進み、札幌に近い小樽が貿易の玄関口となるとみて、小樽での事業を目指した。5年間の方向生活で資金と知識を貯めた、洋吉は、1872年4月に小樽へ移住し、第十中村という問屋の方向に勤めた。ここでは、人より先に起床し、人より後に就寝し、人の嫌がる仕事を率先して引き受け、 影ひなたなく働いた。その働きぶりを、小樽の信課長の海鮮丼屋である、藤山十三に見込まれ、彼のもとで働き始めた。洋吉の容量の良さと、真面目な性格は天守に好かれ、手代として、重宝がられた。藤山十三は、体が丈夫でない上に、後継ぎの子供もいなかったことから、洋吉を養子とした。1878年に、十三が死去し、 陽吉が家督を継いだ。1881年には、小樽の繁華街が火災に襲われ、藤山の店も灰となったが、それにひるむことなく再建に急死んだ。なお、重造の実定の平蔵が、信仰で大きな財力と建成を誇っていた山田吉兵衛に見込まれて、養子となり、後に交渉となった。藤山の海鮮豚屋業も、 山田吉兵衛の委託を受けて始まったものであり、大きな経済力を持つ山田家が親戚関係であることは、藤山にとって大きな支えとなった。小樽港家徳相続後の藤山は、他人の船を動かして、手数料を取るのではなく、自前の船で仕事を進めることを考えた。まず小型の和船2隻二を買い入れ、小樽港から大愚、北陸、兵庫、大阪に就航させた。この、 富士山の先見の名は自局に合致し、海上輸送の重要性はさらに高まった。折しも八8 8 0年の手宮線の開通により、小樽は流通のようとなっていた。それに伴い、港湾の整備や倉庫の建築が進み、入職者や商人たちも増加し、彼らを支えるための生活用品を満載した北前船も集結するなど、 商業都市としての基盤が作られ、北海道開発の玄関口として、急速な成長を遂げている時代であった。こうした時代において、藤山は、本州からの入植者がさらに増え、物資と人々を運ぶ、輸送船、特に鉄道のない地域にとって、生活物資を運ぶ船が重要視されると見た。そこで1887年、地元の漁師や商人に呼びかけて、 資本金を集め、小樽とは家内を結ぶ航路を開き、手塩北み運輸会社を設立した。これは、小樽は家内間の航路が開かれた最初のことである。この会社の設立は、当時の北海道の海運業がまだ未発達であり、有用な定期航路もまだなかったことも理由にあった。翌百八十八年、海鮮問屋を運送専用の海藻店に改め、小樽港から、 北見沿岸各港への航路を開き、定期船の運航を開始した。これにより、開拓地との間に物資の交流が盛んになり、開拓民の熱意もかき立てられることになった。海運王と呼ばれる板谷宮義は、1893年に蒸気船を購入したが、それは藤山や他の海運業者に刺激を受けてのこととも言われている。 1894年には日清戦争が勃発したことで日本海の海運業はさらに活発化し小樽の海運業もさらに発展に向かった。同1894年、藤山は167トンの気船、小樽丸の心臓を手掛けた。当時、北宮手塩方面に使用された気船は日本郵船のイサムリュー丸のみだったことで、藤山の実力が伺われる。 さらに1898年以降、保有期制を次々に増やした。また、それまでの和船から新型の西洋規船に切り替え、南は神戸、下関から北はロシアのカラフト、ウラジオストクにまで航路を広げ、当時の日露両国間の貿易品輸送と旅客の往来に大いに活躍した。運河道1898年には海運業に並行して、 陸揚げ貨物を保管し、荷主の金融に便利を与えることが必要と着想したことで、小樽運河沿いに石造りの倉庫11棟を建設し、藤山倉庫を開業した。これは、小樽での模範的な倉庫業とされ、後年には藤山倉庫の棟数、壺数業績の伸長に伴って、倉庫の全増が行われた。後に、日本郵船が、 北海道内航路に進出し、しかも低新省の命令で利尻島取れン島の就航も始められた。日本優先は大資本の上に政府との関係も親密であるため、地方資本である藤山らには立ち打ちできないかに見られたが、藤山は地方の一海運会社でこそ可能なこともあるとして、事態を生還する立場を守った。間もなく陶器が到来すると、 日本郵船の定期便は、欠航が多くなり、運賃も値上げになるなど、庶民には使い勝手が良いとは言えなくなった。このことで、藤山は、北海道民のことを本当に考えているのは、資本ではなく地元の人々であり、自分が道民の便宜を図らなければ、真の意味での近代化にはなり得ないとの考えを新たにした。しかし、今度は悪天候により、 藤山の持ち船が沈没するという不運に見舞われ、1897年、手塩総運会社は倒産に至った。それにもめげずに、藤山は地道に船の運航を続けた。そんな藤山に、政府の命令航路として、小樽手塩艦、小樽函館線、函館セタナ線を開設して運営するよう、政府から要請額だった。藤山の北海道ちで、 いち早く航路を開拓した先見性、持ち前の誠実さを政府は見逃さなかったのである。藤山は特にシリレブンの両党とは家内の航路は沿岸及び島民にとって生命を維持するための唯一の交通機関である。ことから政府補助金の代償に関係なく損害を度外視してでも政府からの命令航路を支出するよう努めた。 1901年以降は、小樽手塩船。1910年以降は、小樽函館船を開設して運営した。1904年海戦の日露戦争中は、所有船の大半を戦時御用船として就航させた。海上封鎖のために、大型船を後方に沈める旅順港。閉塞作戦においては、小樽丸を旅順港に沈めるなど、船舶が閉塞作戦に用いられ、 その巨額の国家保証金が藤山にとって大きな追い風となった。明治末期には所有船は13隻、総トン数は9000トンに上った。小樽は科内航路をさらに伏木大阪まで延長し、北海道の航路では小樽は科内をはじめ小樽箱館、小樽手塩、箱館瀬戸名の航路を持った。こうして藤山海運の規模は時代とともに拡大していった。 当時の小樽は1899年に小樽港が国際貿易港に指定され、北海道の代表的な貿易港、日本国内外の船が往来する貿易の拠点として繁栄を極めていた。小樽運河沿いに倉庫が立ち並び、移住者も相次ぎ、人口は函館に次ぐ6万人であった。その小樽の発展にとって、富士山は大きな推進力となった。 富山は海運業に従事していた立場として、北海道の漁業の将来性に着目し、漁場経営も始めた。まず1887年に、稚内で、ニシンの漁場を開き、それを皮切りに、漁場の拡大を図った。翌1888年には、北見地方への進出を計画し、渡辺表志郎らと共に、コルサコフ方面の漁場探検を試みた。 初めての試みのために想像を絶する苦心があり、悪天候により、カラフトに漂着したが、これを機に、カラフト沿岸を探検した。このカラフトの体験は、藤山が後にカラフトで海運や漁業を展開する上で大いに言えるところがあったという。1891年には、門別で避け、マスの漁場を解説した。1896年後にはさらに、 シャリと知床にも進出し、サケやマスの漁場を開いた。同1896年、藤山の要する漁場は、ニ西新畳が1400サケ漁場が低地網31か、等、建物や屋舎は42棟、倉庫31棟、漁船140隻、雇っていた漁夫は500人に及んだ。ニシンについては、1897年頃には、 宗谷館内だけで45カ島を保有していたともいい、前世紀の藤山漁場は北海道トップクラスだったと言える。前述の起船、小樽丸の建造にも魚場巡りや魚場の輸送の便を図ることが狙いにあった。同1897年頃には漁族の前言を察知したことで経営方針を改革し、これまでの直営場を他に賃貸する方針に変え、 直営数を一部減少した。1906年にカラフトの一部が日本領になると同地の縦網業にも手を広げ、漁獲港は8000トンに達した。1908年までに二神十17カ島、マス三カ島の漁場を開いた。さらに漁獲にも機械化が必要と考えた藤山は、従来の漁獲法を改めて機械化を普及した。このことは、 明治時代の北海道漁業に大きな変化と漁獲量の大幅な向上をもたらした。尻部市、石狩、宗谷館内に属する漁業家たちは一丸となって合同漁業株式会社を創立し、その中でも藤山は大株主となった。藤山駅駅舎北海道の開拓が海から内陸へと移っていったことに伴い、藤山も また、内陸部へと事業を拡大した。1896年に開墾事業を計画した。同年、ルモイ原野に300ヘクタールの富山第一農場を開き、石川や富山など、北陸地方から83個の小作人を呼び入れた。それからわずか5年後の1901年には、国道用地以外の全地域の開墾に成功した。 このことから国鉄ルモイ線の開通時には、鉄道駅が、藤山駅と命名された。後に、ルモイ町が市勢を敷いた際には、ルモイ市、藤山町が発足した。1901年には、有仏郡厚間村の約700ヘクタールの土地を譲り受け、開墾して藤山第二農場とした。1915年には、上川郡美栄村に約500ヘクタール。 1917年には、江差市郡松根尻に約600ヘクタールの農場を開いた。この他にもおたる、シノロ、ホロナイ、塩谷、オショロ、乱闘など、北海道うちの各地にも小規模の高地を開拓した。藤山が自家の巨大な資本をもとに農耕技術を改良したことで、生産額は年ごとに増加し、どの農場も北海道の模範的な農場となった。 1946年の農地改革に伴って独立した小作人は千数百個に達した。模範的な農場の小作人たちと富士山との間には何の紛争もなかったという。1896年には尻ベ四国塩屋村を書路に土地を借り、唐松を植樹した。一度は山火事のために大部分を消失したものの、 これに屈することなく、後には全地席の植林を完成した。1910年にはこの地席すべての付与を受けて植林をし、その数は68万本に達した。同年は、フルー群ク村にも44ヘクタールにわたっての植林を行った。1909年、ルモイの藤山第一農場に隣接したジルモイ、ルプリケシオマップで土地を借りて牧場を開設し、 約100頭の牛馬を飼育した。1914年には総面積330ヘクタールを超える広大な牧場となった。また、農場の他にも、小樽市内の各所に広大な住宅地を所有しており、その借地人も数百人を超えていた。藤山はこれらの不動産運営にあたり、貸し治療を常に公平に保ち、効果や修繕費を差し引いた最低料金を、 収入としていた。このために、借地人の多くは安泰に居住でき、親子数代にわたって、藤山の土地に住む者たちも珍しくなかった。1899年頃より、藤山は北海道での地下資源開発の有望さにも着目していた。同年、藤山は九州から炭鉱技師を招き、まず、宗谷郡小江戸村あざ二股の地域を再興した。 有望な鉱脈を発見したことで採掘に着手したが、炭素が若かったことで一時は、急山した。しかし1910年、泊村の茅沼炭鉱を購入して経営し、年間1万6000トンを石炭を採掘した。また、戸間前郡ハボロとカラフト西海岸にも石炭鉱区を所有した。また、ニセコ連邦の手法であるニセコアンヌプリの一部に、 1320万平方メートルの硫黄の大工区所有し、1912年から採掘に着手した。セタナ郡セタナ村馬場川と油にはマンガンの工区を保有し、その地積は284万平方メートルに及んだ。日露戦争の終わった1906年8月、日本国内の産業開発の勢いに乗じ、藤山は、 船舶用の機械の製作を手掛け始めた。最初は自家用だったが、後に一般需要にも拡大した。翌1907年には、小樽区稲穂町に藤山鉄工場を開設し、船舶用の各種機械、ニシン置き上げ機、陸上用エンジン、機材などの製作や修理を行った。ニシンの置き上げ機は、藤山自身の経験に基づく独創的なものであり、 1908年に実用新案特許を得た。自営のカラフトの魚場で使用したところ、優秀な能率と良い成績を記録したことで、後に一般同業者にも提供され、一般業者たちからもその優秀さを推奨された。藤山鉄工場は後に藤山工作所と改祖し、小樽市境町の海岸に大工場が作られ、従業員500人が雇用された。 太平洋戦争中には軍事及び民事の増産にあたった。北海道開発の促進のために金融の重要性を欠くことができないと考えていた。藤山は北海道の商業発展の上から銀行を誘致すべく山形県鶴岡町の第67国立銀行に交渉し、1879年その支店を小樽海運庁に開設した。 同銀行の頭取は、藤山の人格を見込み、彼に万事を託して支配人とした。しかし1884年、支店は閉鎖を強いられた。当時はまだ、小樽の経済界が幼稚なものだったためとも見られているが、藤山は自分の力が及ばなかったためとして、損失をすべてかぶり、藤山両外店を開業して、業務を引き継いだ。小樽の商業が、 活発化すると、藤山は、北海道拓殖銀行の圧線により、カラフトの大北銀行を買収して、小樽に移し、藤山家一族で経営にあたり、中小商工業者に便宜を与えた。あとの1947年には、北海道拓殖銀行に統合されたことで、大北銀行は、藤山商事、株式会社に改組され、金融、不動産、 物品販売などの事業を営んだ。1897年には、小樽貨物火災保険株式会社、翌1898年には、北海道生命保険株式会社を経営し、両社とも取締役として務め、貯蓄と損害保障の性格を持った大衆的事業を手掛けた。こうした事業の拡大は、これまで北海道から受けた多大な恩恵を、 北海道へ還元していこうという藤山の考えによるものだった。1879年以来、小樽をはじめとする六軍拡張の総大臣に選ばれ、1899年からは小樽区会議員に選出された。また、小樽商業会議所会員、同福会等にも選ばれ、それらの分野でも優れた指揮権を持って尽力した。1915年の 第12回衆議院議員総選挙は、その候補者に推薦された。しかしこの時、小樽の政治団体は2杯に分かれており、片方には、小樽革新クラブと最高青年会が、もう片方には、公民会があり、前者が候補者として押した金子元三郎に対し、後者が対立候補として藤山を押したのだった。公民会の幹部らも藤山に交渉し、 多くの民衆も藤山を押していたが、藤山は熟考の末にこれを断った。政治と実業を混同してはならない。自分の本文は実業家としての天命を全うすることにあるが、藤山の信念と伝えられているが、二つに分かれた小樽の政治団体の対立構想の激化を避けたと見る向きもある。藤山は早くから社会福祉に関心を寄せていた。 60歳を超えてからは社会福祉事業として、それまでの事業で得た利益を困っている人々に積極的に投じていく考えを明らかにした。1904年以降、多くの資金を投じて、小中学校から高校、帝国大学に至るまで、区学生に学費を全額支給、または補助を行った。将来有望な人材育成のための育英奨学事業を行った。 本経財団、再生会にも寄付を行った。毎年の年末には、小樽の貧乏な家庭に、正月のための餅を送って励ました。その日の食事に困る人々に対しては、数十年にわたって、自宅を開放して、朝食を振る舞った。この行いはツイとして欠かすことがなかったため、藤山家の門前に集まる人々は、数十年間、毎朝40人を下ることがなかった。 戦中の兵士門災害救援、公共議員などに対しても常に率先して多額の寄付を行った。1九百十年の韓国併合で韓国の皇太子が伊藤博文と同行して道した際には当時の富岡町の自宅を宿泊所に提供した。に港殉南者追悼碑費九百二十年の2港事件でニコライフスクの在留日本人ら七百人以上が 殺害された際には、その犠牲者たちを慰めるため、多額の資材を投じ、手宮公園に、慰霊塔として、に港巡難者追悼碑を建設し、正常な霊地を作った。この事業に投じられた金額は、数万円とも言われた。この石踏みの混流以来、後の平成期に至るまで、小樽仏教会により、追悼法要が営まれ続けている。翌1921年には、 16歳での来日時に訪れた正木に、と同時に、正木町民たちから受けた恩恵への感謝として、道町内の荒れ果てた数百もの無縁物の墓を改修し、手厚く葬った。1934年、函館の八千頭からの出火による函館大火で2000人を超える死者が出た際には、海運業で函館市民から受けた恩返しとして、大森浜に慰霊塔を建て、 犠牲者たちを長く供養した。小樽市公会堂1911年、皇太子、義人の北海道行刑に際し、皇太子が小樽に宿泊することが決定した。天皇が神聖死されていた当時、これは天下の一大事と言えた。当時の小樽は景気が良いとはいえ、まだ皇族が宿泊できるほどの建物はなかった。 そこで宿泊所として、おたる一の建物といえる藤山の邸宅を提供するよう依頼があった。しかし藤山は、この一大寺に対し、一人の民間人に過ぎない、自分の住居に皇族を止めるわけにはいかないと言い,い、皇太子の宿泊所として、町の名物といえる建物を作ることを決意した。藤山の資材、約2万8千円、平成期にして約1億円が投じられ、 小樽公園内に、有層な建物が建造された。一商人の意気込みに、行政も黙っていることはできず、工事費は、小樽区が追加構成予算を組み、小樽伝統合資会社が、電気会計費を寄付した。こうして、交代史行計に際し、小樽は、国際貿易都市の名にふさわしい宿泊所を提供でき、行計はつつがなく終了した。この行計の後、 藤山宿泊のために作ったこの建物を小樽に寄贈することを申し出た。小樽で計り知れない恩恵を受けた藤山にとって人々の文化や教育の向上のためにこの建物を提供することが本望であった。この御殿は後も皇族の宿泊所として用いられるとともに小樽区公会堂、後の小樽市公会堂として幅広く活用され、 小樽の街並みを彩る格式高い建物の一つとなった。1938年2月、藤山は例年の行事である伊勢神宮参拝のために小樽を経った。その旅行中に風邪を患い、治療のために東京に立ち寄った後、旅行を切り上げて帰郷し、療養に努めた。しかし老齢には勝てず、病状は回復には至らなかった。同年十月十二日に、 小樽の本宅で死去、万八十七歳を打つ。多くの人々が藤山の死を痛み、各界から葬儀に参列した人々の数は一万人。象花や包丁は千以上、町田は千通、長字は三百通以上に上った。小樽始まって以来、これほど盛んな葬儀はないと、後に語り伝えられた。没後は、地方産業功労者に列せられ、 16位の特殊女位が送られた。1958年6月、小樽市と藤山の徳をした多くの有志たちにより、小樽公園内の公会堂を寄贈ゆかりの地に藤山の銅像が建立された。1908年8月、北海道物産共振会で名誉金杯を受け、1910年の第2回全国荷造り共振会では銀杯を受けた。 1909年の陸軍特別大演習では、皇室から演に招かれ、売食の講演に属した。1915年には男女法賞を受賞し、1921年には根女法賞を受賞した。その他、大日本水産会をはじめとする各方面から多数の有効賞を受賞するなど、政府、道庁、公共団体などから贈られた表彰や感謝は、 数百回に上った。北海道の街道50年を記念して1918年に発行された初期開拓功労者や有力者、著名人を集大成した新四六街道50年記念北海道では、富士山について財産は数百万円、北海道随一の富豪であると記されている。時代が昭和時代を迎える頃には日本沿岸の選手として、 その業績の堅実さと業態の大きさにかけては、右に出るものがないと言われ、町一番の名士とまで言われた。海運会においては前述の板や宮吉と並ぶ、重鎮とも言われた。また、実業家として、時代の流れを見極める先見の名も評価されており、藤山の事業が小樽を発展させた大きな力の一つとも評価されている。性格は、 生来から非常に温厚であったが、目的を一旦立てると、その完遂のためには、非常に大胆にことを運んだ。その過程においては、非常に最新、かつ実行可能なように、様々な調査と整備を行った。そしていざ着手すると、どんな困難にあっても有望果敢に、決して挫折することなく、完成のための努力を惜しまなかったと伝えられている。 ルモイでの開墾事業の際には、単に開墾を行うだけではなく、幾度となく開墾地に足を運び、小作人たちに声をかけて、労をいたわった。本業の片手まで、収入目まさに開墾に手を出す商人が多い中、この藤山の人柄は入植者たちに慕われた。鉄道駅や町に藤山の名が残されたことも、藤山への感謝の念の証とされている。 仕事の一方、遊びも派手であり、しばしば東京に出て合流し、新聞に、江戸の大臣、吉原の大門を平ずると報じられるほどの、優等ぶりであった。一方では、後もうまく、稲への配合で、俳句もたしなんで静寂の心境を養っており、著名な俳人たちとの交流もあった。しかし、四十歳頃からは、そうした趣味を断って、事業の身に集中していた。 多忙な日々の中でも、信仰の境地を忘れず、朝夕の先祖への法恩の行事、天地悠久に対する感謝の行事はつ日として欠かすことがなかった。晩年には、宗教家の中山通友と信仰を持ち、中山の母葬学を消えし、北海道の仏教団体、公安会の教えを深く信奉していた。ありがとうございます。